次に足立康史君。委員長。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。今日私は東北新社の話は取り扱いません。今日後藤祐一議員がだいぶ大臣にも手を煩わせて、ご質問していましたが、後藤さんというのはもう大変優秀でね、私が経産省にいたときにですね、私の方はまあ一応先輩というか彼が後輩なんですけど、まあ大変当時も優秀で今も優秀であります。ただその後藤さんがあれだけ一生懸命調べてもですね、総務行政が歪められた証拠が出てこないということが今日分かりましたので、分かりました。大体だから私自身も別途いろんな資料を集めてですね、総務行政が歪められているのではないかということで厳しい目で、ここ数日ですね、夜も寝ずにチェックをさせていただきましたが見つかりません。だから多分ね、その歪められてないんだと思うんですね。でただ盛りかけもそうでしたが、国会対応が悪いんですね。国会対応がだからもうすぐ処分したらいいんですよ。だって飯食ってたんだから。まあまあそれは、まあ、私が申し上げることじゃないんだけど、だからまあとにかく国会対応でどうしてもこうたくさんの時間が、予算委員会だってもうこればっかりでしょ。で、ある記者の方とね、私本件について話していて、その方とね、私意気投合したことがあるんですよ。意気投合、そうだよねと。でどうなのかというとね、これは武田大臣が、あるいは菅内閣が辻元清美野党筆頭をはじめとする野党の面々をですね、この問題にこうぐっと引き寄せといて、そして本来の国家の重要事項についてですね、あまり予算委員会で議論されないようにしてるんじゃないかと。あ、ちょっと大臣、それは失礼だと思いますが、それご苦労されている大臣からは失礼だと思いますが、ここのところ、森かけ桜をはじめとして、またこの通常国会の、だって予算委員会って1年で一番大事な、1年で一番大事な国の未来を討論すべき場がですね、後藤さんをもってしてもいがめられた事実が出てこない、まあいいや、やめときましょう、これぐらい。まあ、そういうふうに思ってますので、まあ、私はこの時間はですね、その東北新社については取り扱いません。その上で、我が党はこの通常国会はですね、予算委員会でも馬場幹事長、また藤田文武議員からも申し上げましたが、社会保障や税や、あるいは労働市場、国民の経済と生活をどういうふうにこれから守り、反映させていけばいいかという、その一点で論戦を自民党に挑んでいく、まあ、政府・与党に挑んでいく、そういう立場でおりますが、実はその際にですね、給付付き税額控除、給付付き税額控除が私は大変重要だと、まあ、我々はそれを導入したいと。まあ可能であれば、その進化系であるベーシックインカム、ベーシックインカムまで視野に入れて、論戦をしていきたいとこう思ってるんですが、2月5日の衆議院予算委員会で、菅総理にその旨、私から申し上げたらですね、申し上げましたら、総理はですね、給付付き税額控除については、低所得者に対して所得等に応じて給付を行う仕組みと承知している、まあそうですね、が、マイナンバー制度が普及してもなお、低所得者の所得を正確に把握することは難しいから、まあ、難しいなど、さまざまな課題があるから慎重に検討していくんだとお答えになりました。あれと、かつて政府・与党は、民主党と一緒に三党合意で、社会保障と税の一体改革をやったときにはですね、そのマイナンバー制度の普及を前提にしてたんです。で、いよいよ今年2021年、デジタル大臣ができて、マイナンバー制度を普及定着させることが決まった、まあ、そういう方向で今、頑張ってる、いよいよ前提条件が前に進むなと思って、私がですね、
いよいよ給付付き税額控除やろうじゃないかと思ったら、今度総理が、いやいや、マイナンバー制度が普及してもまだ低所得者の所得を正確に把握することは難しいんだというわけです。これどなたから ご質問するの。まず厚生労働省、まず厚生労働省事務方ね。でも厚生労働省は、まあ、総務省から、あの自治体からもらったりして、厚生労働省自身かどうか分かりません、市町村、さまざまな社会保障分野における事業、生活保護とか、いろんなものを推進するにあたって、市町村は住民の所得をしっかりと把握できていると、私は思いますが、厚生労働省、どう認識されていますか。厚生労働省、土山大臣官房審議官。お答え申し上げます。全国どこの市町村でもですね、行政サービス提供のためには財源が必要ですから、住民の方々に対する所得に関する情報を収集調査をして、それで付加標準を定めてですね、市町村民税を付加しておられるというふうに承知をしております。で、社会保障の方ですけれども、負担能力に応じたご負担をお願いをするですとか、あるいは低所得の方であっても必要なサービス利用を保障するという観点からですね、例えば保険料の付加ですとか、サービス利用の際の利用者負担などについてですね、この市町村の方で課税の標準ということで定められました所得の情報を使ってですね、それで何て言いますか、必要な負担額を決定をするというふうにしてまして、でそのために必要な所得や収入の情報について法令の規定に基づいてですね、業務遂行に必要な限度でですね、課税部門より提供いただいて利用していると、このような仕組みになっているところであります。委員長。足立君。厚労省からですね、未提供という形ですが、ざっと思いつく限りでもこれだけの、事業をやっているよというのを教えていただいています。国民健康保険、これは当たり前ですね、難病の医療費助成ね、この負担上限月額の算出に使っていると、所得情報、それから、小児慢性特定疾病の医療費助成、介護保険、老人福祉制度、生活保護、生活困窮者住居確保給付金の受給要件の確認に使っている、障害福祉サービス等の自己負担上限額の算出に使っている、保育所等の利用者負担額の算出等に使っている、児童扶養手当の支給額の算出に使っている。だから市町村は低所得の方々の所得情報をこれだけというか持ってですよ、あるいは収集してですね、そして適切な社会保障分野の事業を遂行されているということです。すると大臣、大臣に伺うのかどうかいいかどうか分からないんですが、要は市町村はそういう、私は今申し上げたように、住民の所得というもの、例えばですね、大臣ね、財務大臣に財務省を把握しているかというと、所得税の家庭、課税最低限のラインから下は分かりませんという、総務省の自治税務局に聞いてもですね、住民税の課税ラインから下は分かりませんという。でも今申し上げたように、低所得のところであればあるほど、こうやってみんな把握しないと、だって行政実務できません。だから私は一言で言うと、大臣にちょっと確認したいことは、市町村は低所得の方の、住民の方の所得、これは特に低所得分野ですね、しっかり把握して行政、執行しているという理解を私はいたしますが、大臣はいかがでしょうか。ご認識を伺います。武田総務大臣。市町村というのは、住民に関する情報をはじめ多岐にわたる情報を保有しているところであり、国においても把握する必要性も含めて政策の目的も鑑みながら、さまざまな観点から議論する必要があると考えております。足立君。ありがとうございます。だからあるわけですね。いや、私もね、うっかりしてましてね、小倉先生、僕たちはやっぱりマイナンバー大事だよねと、
マイナンバーを軸に日本の経済社会をもう一回やっぱりアップデートしていきたいって、こんな議論をですね、あんまり僕が名前呼ぶと出世の妨げになると思うので、やめときますが、本当にそういう時代が来たなと思ってるんです。しかしよく考えればそれは助けにはなるけど、まあ、手段ですよね。でも実際に今申し上げたようにマイナンバーがなくたってやってることはたくさんあるわけであります。だからそういう中で、改めて中西副大臣今日お越しいただいてすみません。昨日だったら伊藤副大臣だったんですけどね、今日に変わりましたんで、もうこれは運命として、ご容赦をいただいて、今聞いていただいて、総理はですね、所得、低所得の把握が難しいから、給付付税額控除はまだテーブルに乗らないようなことを予算委員会、NHK のテレビでおっしゃった、でも今申し上げたように、あるんですよ、国税庁は持ってないかもしれないけど、国税庁の情報、市町村の情報、全部マイナンバーで、まあ、今でもつながってると思うんだけど、それは別の理由で、小さな目的のためにつながってるんですよ、今は。そうじゃなくて、国が緊急時も含めて、どの国民のどの方々が、普段低所得でご苦労されているのかということを、国が一元的に把握するという目的で、マイナンバー使ってないんです、ないんだと思うんです、多分。でもそれをしっかりと使えば、給付付税額控除、条件や課題をあんまり挙げつらうことなく、今日からでも正面から検討できると思いますが、いかがですか。はい、中西財務副大臣。足立先生、よくご承知のとおり、今おっしゃられるとおり、国税の方では、課税所得が、最低限を下回っている方の、所得は把握していないということであります。あと総理の答弁では、ひょっとしたら、そこまで不安はされなかったかもしれませんけれども、マイナンバー制度を活用しても、なお海外での所得ですとか、利子所得も源泉分離課税のものは、そこで課税関係終わってしまいますので、誰に支払われているかということは把握できないものですから、所得が、つまびらかに把握できているということではございません。で所得のほかに所得が低くても、資産が大きい人に払うべきなのかというようなことも当然論点としてあると思いますが、資産については把握ができていないということもございます。以上、足立君。ありがとうございます。今、中西副大臣がおっしゃっていただいた課題、当然そういう課題ありますね。でもそれは給付税額控除の課題じゃないですよね。そもそも国や自治体が行政サービスを提供していくにあたっての課題、あるいは税務上の課題、それはありますよ、それは。でもそれは国際的にもいろんな連携をしながら、いろんな、その今、中西副大臣がおっしゃった課題については、そもそも対処せなあかんし、対処できる限りにおいてしてるわけでしょ。そうであれば、給付税額控除の課題じゃないですよね。だから、給付税額控除は、他の今の現行制度、今、菅内閣というか自民党政権がずっと作ってきた日本の社会保障制度は100点だけど、給付税額控除は60点しか取れないから、50点しか取れないから採用できないんだというようなトーンで今まで来たんだけど、今の自民党が60年間作ってきた日本の社会保障制度もですね、70点ぐらいなんです、今おっしゃったように。その中で、小倉さんと私が一生懸命、小倉さんは主張してないかどうか分からないけど、心の中では絶対思ってるね、給付税額控除、財務官僚の9割も、財務官僚の9割も本当はこれがいいと思ってるんです、心の中では。で、給付税額、申し上げた、今の社会保障制度は70点だとすると、給付税額控除を実現すれば、80点、90点取れますよ、正面から検討すべきだと思いますが、いかがですか。中西財務副大臣。財務官僚の9割がいいと思っているかどうか、ちょっと、定かではございませんけれども、私が先ほど、所得や資産の把握ということについて申し上げたのは、確かに、他の行政サービスにも、の課題でもありますけれども、やはりこれ、マイナンバー、すみません、給付付税額控除に、
の制度を考えるにあたっても、同様のハードルがあるなということで申し上げたところでございます。そして、まあ、そもそもの、出発点として、やはり低所得者に対して、どのような給付を行っていくのかということ、生活保護もございますし、そうした他の、給付との、間で、まあ、整理をしていくということが、一番の、出発点になるのではないかというふうに考えています。委員長、足立君。ですね、財務省は金がね、給付税額控除についてさまざまな議論を尽くしてきました。平成19年の11月に政府税調で諸外国の実施状況等を参考にしながら、副大臣、これ、あんまり質問じゃないですから、気楽に聞いてください。諸外国の実施状況等を参考にしながら、その制度化の可能性や課題について、議論が進められていく必要があるとかですね、21年の税制改正法附則第104条にはですね、個人所得課税について、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取り組みの中で、子育て等に配慮して、中低所得者世帯の負担の軽減を検討するとかですね、21年の税制改正大綱でも、検討すべき課題を見出していきたい、ブラブラブラとあって、給付付き税額控除の制度設計や、うんぬんかんぬんも検討課題であると。そして、22年の12月の平成23年度税制改正大綱にはですね、所得税について、所得控除から税額控除、給付付き税額控除手当へという改革を進めますと言ってるわけです。で、結局、三党合意で、誰が悪いのか分からないけど、三党合意で結局社会保障と税の一体改革で消費税が上げられ、まあ、公明党さんに恨みはないが、複数税率を入れたと。でも、あの議論は、逆進性対策のためだけの議論ですから、それはもう、まあ、仮に100歩譲って、それを置いときゃいいですよ。しかし、これからの日本の経済社会の在り方を考えるときに、この給付税額控除の話をですね、テーブルに載せないのは私はおかしいと思う。あれだけ、これだけ議論してきたんだから。だから中西副大臣、今日また私、予算委員会、最後、多分一番最後にまたバッター立つ機会があると、財務大臣に立つ機会があると思うんで、財務大臣にまた聞きますが、だから副大臣、この給付付き税額控除が財務省の中で、検討のテーブルに今、載ってるんですか、そもそも今、載ってないんですか、どっちか分かります。事実関係だけ教えて。中西財務副大臣。諸外国の例など、こうしたものは、研究は、していますが、議論しているかというと、そうではないだろうと思います。足立君。ありがとうございます。この話は以上にしますが、委員の皆様も今聞いていただいてよく分かると思います。これね、検討課題なんです。で、自民党、政府与党はどうもやる気が見えないです。今この話に関心を持って表で公言しているのは我が党と国民民主党ですね。高井さんね、党じゃないけどね、はい、ぜひこの話はですね、この予算委員会を皮切りに、この総務委員会を皮切りに議論していきたいとこう思っています。じゃあ副大臣もこれで結構です。はい、ありがとうございます。ちょっと退席いただきたくて。どうぞ。はい、足立君。委員長、大臣ですね、通告の一つ目、臨済債ですね、臨済債。で、これはもうだいぶ前も議論しましたが、財務省が いたので、あの時は、今、帰ってもらいました。財務省がいると言いにくいですよね。臨済債に合理性はないと、速やかに廃止すべきだという私の意見。大臣も同じだと思いますが、いかがですか。ご見解を。どうでしょう。はい、武田総務大臣。先生のご指摘は、毎回この点についてのご指摘はありますけれども、
まあ、これ、さまざまな変遷を経て、国と地方とが折半して補填しようというまあ制度になったわけですけれども、これはやっぱり国と地方の財政状況がやたら悪くなった昭和50年代以降のことで、2分の1ずつ補填することになったわけであります。まあ、国と地方の厳しい財政状況を踏まえると、地方税を徴収し、地域の行政サービスを提供する地方財政の運営主体である地方と、法令等により多くの行政分野で地方に支出を義務づけている国の両者が、地方の財源不足の補填について責任を持つ必要があることを踏まえたものであります。総務省としても、地方財政の健全化のためには、常に先生ご指摘のように、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体制を確立することが重要と考えております。まあ、このため、地方税等の歳入の増加に努めるとともに、効率的な行財政運営により、メリハリをつけて歳出構造を見直すことにより、財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めるとともに、交付税率の見直し等による地方交付税総額の安定的な確保についても粘り強く主張し、政府部内で十分に議論するなど努力を重ねてまいります。以上、足立君。ありがとうございます。この話をするとですね、財務大臣はいやいや国の財政も危ないんだとこうおっしゃる。しかし今日の本会議でもそうですが、特例公債特例法の審議をするときは財務大臣はいや大丈夫だという。大体財務省っていうのはこう局面によって言うことが180度変わるんですね。でも絶対大丈夫ですから。少なくとも85兆程度の地方のその負担、積み上がっている負担を特性例でバーンと全部なしにしてもですね、ピクリともびくともしないのが大国日本の財政です。だから私たちは今年この2021年予算委員会、本会議予算委員会で、まあ、新しい政権構想ということで、まあ、新所得倍増計画とか、あるいは給付付き税額控除とか、いろんなパッケージを今出してます。でそれは何かその日本の経済制度、経済社会制度を、インクリメンタルに修正していく、あるいは課題があるところを直していく、そういうことではなくて、これからの30年、50年の日本の未来をちゃんと支えていけるような制度に抜本的に制度改正をすることを提案をして、今年に必ずある総選挙に臨もうと思っています。そういう観点から言うと、今日今取り上げた臨財債もですね、もう単なる過去の経緯の中で積み上がっている単なる異物ですから。私は特政令で速やかに赤字国債で調達をして、すべてチャラにするべきだということを選挙でも訴えていきたい、こう思います。さて、残る時間ですね、ちょっと小さな話になって恐縮ですが、これもう小さな話なんで、大臣じゃなくても構いませんので、どなたでも結構です。市町村で百条委員会が設置されたときに、特定の会派が排除された事例、過去にあるでしょうか。ご存知であればご紹介ください。高原理事行政局長。ご答弁申し上げます。これまで設置された百条委員会の委員の構成について、地方公共団体の連合組織である全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会の協力を得ながら、最近に百条委員会を設置した9団体に確認させていただきました。都道府県も3つ入っておりますが、市町村、特別区が6ということでございます。選任方法としては会派構成に応じて委員を選任する団体が多かったほか、常任委員会で実施した団体や議員で誤選して選任した団体などが、ございまして、委員ご指摘のような対応としたところは我々承知しておりません。以上。足立君。ないっていうことですね。ないんですよ。当たり前ですよね。局長、これね、行政局長、これほんまにね、よう考えてほしいんですよ。日本の政治史の中で
今日総務委員会です。市町村の行政をずっと見てるわけです。日本の政治史の中で民主主義ですから、会派制を取ってる議会において特定の会派が排除された例を局長は知らないと言ってる。私はね、質問通告してできるだけ調べてくれと申し上げたんです。で、調べても調べても調べてもないんですよ。で、それが今私の地元で、私の地元大阪府池田市でそれが起こってて、その民主主義を破壊するような行為をしている大阪府池田市の議長は私が日頃から敬意を表している公明党なんですね。公明党が、私はそれでね、これはやっぱりおかしいと。今日本の政治、今日本の政界で2大おかしいことがあるんです。一つは予算委員会の時間配分です。今日も1分ですよ。今日も1分維新の方が少ないんですよ。今日も。いや、自民党もっと少ないよ。それは自民党が自ら、ね、野党が暴れるから、まあまあ、抑えてと言ってあげてるだけですよ。だから一回ね、自民党も全部取り返したらいいんですよ、時間。で、一体本会議でも私は申し上げたように、5対5とか言っても向こうはもう発狂してるわけですね。だから、議席数に応じてやったら、もう悶絶してどっか行っちゃうんじゃないですか。それぐらいやりましょうよと僕らは言ってるわけです。そこから議論スタートして、そしたら維新だってもっと減るかもしれないぞと言われるかもしれないけど、いいんですよ。大事なことは、ルールを作って、ルールに基づいてやるんです。今は与野党筆頭協議で、与党筆頭と野党筆頭が協議して決めてるから、今はルールに基づいてやってるんです。でも、野党筆頭に恣意的に議席が少ないグループの質問時間を議席がより多いグループの質問時間よりも増やすという逆転現象が許されるなんてルールになりますか。それをこの国会からこうリードしてやってるのが辻元清美議員ですよ。さすが過去にね、あんまり言うのはやめますが、さすがですよ、さすが。でもこれだけは許せない。そしてもう一つが、時間、もう一つが池田氏ですよ、池田氏。大臣ね、今、局長でもいいですよ、私は総務大臣の権限で助言ができるはずです。かつてのような行政指導は難しいけども、助言はできると思う、君たちねと、地方自治法245条の4に基づいて、君たちがやってることは前代未聞で、俺は見たことがないんだと。多数決で少数会派を排除して、多数決ですよ、多数決で少数会を排除して、何やってるか、百条委員会ですよ。私は、これはさすがに、これが立法事実だからすぐに法律改正してくれと私は言いましたが、それはまあ、順序がある、まずは技術的助言で結構です、助言していただけないでしょうか、お願いしたいと思います。武田総務大臣。各大臣というのは、地方公共団体の事務運営などに対しては、技術的な助言をすることができるとされていますけれども、先生ご指摘の問題というのは、議会の運営に関する事案でありますので、私の方から、議会に対する技術的支援というのはなかなか、助言というのはなかなか難しいものであろうかと、このように考えています。委員長、時間来ましたので終わりますが、今、大臣おっしゃったことはそうだと思います。議会ですもん。だから議会というのは民主主義だから、住民が選んでるんです。私は次の池田市議会においては、公明党打破を公約の最一丁目一番地に掲げてね、この多田隆一という民主主義破壊の、辻元清美議員に並ぶ民主主義破壊の多田隆一議長を、退けるためにですね、戦うことを武田大臣にお誓いして。質問終わります。ありがとうございます。はい。参考人が森下。
したもので、中垣知事は、次に。